鈴を手元に取り戻し、向かうは一郎獅子屋の席。忍びの腕を見込んだ上、文は紅屋に預けた。すべてを信じるわけにもいかん。相手が忍びの身の上で、すべてを信じる馬鹿などおらん。相番席にはたどり着く。そこで見極めるほかない。しかし、何やら気がまがまがし、どうにも風がきな臭い。楽には来させてくれないらしい。これ以上はやっても無駄だよ。意外と利口だったね。
Thank you.
やあ、無事だったんだ。ミミズクは言ったよ、つい今しがた。一度面を拝んでやろうと思ってたのにね。まあいっか。あんたには礼を言うよ。突っかかってきたのはこれでチャラにしよう。この人の顔にも迷いがない。吉五郎さんと同じだ。同じだね。ん？何がだ？ううん、こっちのこと。